のの表題の変遷はブリアート語の書き言葉の変遷を示している。ブリアート語訳聖書は、キリスト教聖書のブリアート語への翻訳のことである。モンゴル書語に属するブリアート語は、ロシア連邦の主に、ブリアート共和国のブリアート人が使っている。伝統的に、モンゴル文字を使ってきたが、20世紀前半以降、ブリアート共和国ではロシア語のキリル文字に3個の文字を追加して、 書き言葉を表すようになった。ブリアート語訳聖書は18世紀の中頃、ウィリアム・スワンとエドワード・スタリバスにより、ブリアートのセレギンスクで作られた。これはアメリカ聖書教会と英国外国聖書教会の共同資金提供で行われた。しかし1840年には、ロシア政府の選挙禁止令で聖書配布は中止された。1911年に、 ラーソンとアルムブラッドが4福音書と使徒原稿録を改定し、1913には創世記とヨナ書の翻訳も行われた。これもアメリカ聖書協会と英国外国聖書協会によるものであった。現在、聖書翻訳研究所が聖書全書の翻訳を進めていて、すでに2010年には新約聖書が出版された。ありがとうございます。